祭り歌うなよ、歌ったら廃車だからね。歌ったら廃車、廃車させるこいつ。そう、もう通算12回目の廃車になる。12万、12万、そう12万円松江小学期のあと俺に迷惑料2万だよ。迷惑料くろ。あれこの前動画邪魔してきたから、お前廃車ね。廃車、俺からは廃車しとくわ。どうぞ、廃車です。あとついでにお前とお前とついでにJR の社長廃車で、うん、深澤廃車になったから。あと今日の東海道線で俺が行ってきた車掌も廃車。それは松井の方が廃車になるべきだと思います。切符の配給ミックスは車掌も廃車。松井博多また入場券いったんだろ。いっただよ。もう言ってないじゃん。金払ったもん。